ってるから光飛び、あ、ここまで下がると光飛ばないかも。ガミさんこんばんは、おかえりなさい、ありがとう。イサムさんこんばんは、おかえりなさい。直之さん遊びに来たよって、 おかえりなさい、ありがとうございます。コメントもちょっとすごい画角最悪になっちゃってますね、どうしよう。あ、わかった、これを変えればいいのか。もうこれをもうちょっとこっちにして、でも光飛びすごいですね。それにしても光飛びがすごいです。どうしました、待って、私がこうなればいいのかな。終わりなき畑さんこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。はじめまして、福島県出身21歳です。くにちゃんって呼んでください、よろしくお願いします。服が黒いからかと、あ、そういうこと、服黒いと光飛びするんだ。この服かわいいの見てください、裂け目の裂けスタイル、長袖の、かわいくない？しおぴさんこんばんは、ありがとう、来てくださってありがとうございます。今日もおかえりなさい。神さん、お星様、ありがとうございます。酒スタイル新しいなって、そう、新しいよね、かわい、この形が可愛くて安かったから今年の春買った。かわいい、ぴょりんさん、ありがとうございます。はじめまして、福島県出身21歳です。くにちゃんって呼んでください、よろしくお願いします。あ、テロップなんて書こうかな、なんていうテロップにしたら入ってきやすいのかな、なんていうテロップにしたらいいんだ。年近いの今知った、え、嘘、あれ、しおぴさん、あれタメだって言ってなかったっけ、あれ、あれタメだって言ってなかったっけ、違うっけ、あ、違うか、あれ、いくつ、あ、待って、しおぴさんいくつですか。星投げカウントお願いします、字枠何時っていう風にやればいいのか、なるほど、コメントにしとこう、コメントお願いしますにしとこう。ちょっと今日はね、夜枠できないですね、明日私関東から向かうのでめちゃくちゃ朝早いので、夜枠やるとちょっと厳しいかなという感じなので、今日は夜枠なしでこの枠で終わりにしますね、ごめんなさいね。バンスポさん合格したら応援しますとのことでしょうって、本当？しっかりめちゃくちゃバンスポさんとあれアポ取ってるじゃないですか。はるぼうさん、おはこんばんちゃ、ありがとう、おかえり。20歳で、あ、20歳か、今21の代20の代、あ、その話した気がするな。はじめまして、イコラブの瞳に似てる、はじめまして、リトマルルさん、ありがとうございます、来ていただいて。いや、あの、実はこの配信を始めて3日目なんですけど、あの、結構言われます、言っていただくこと多いですね、瞳さんに似てるって。
光栄すぎる。リトーマルルさんはイコラブ、あ、イコラブのファンの方なんですね。なぎさちゃんのファンかな、どうなんだろう。このアバターなぎさちゃんっぽい。ガミさんリって、ありがとう。お星様ありがとう。何時まで、だいたい1時間ぐらいかなっていう気持ちでいます。今年20の代、あ、今年20代、あ、そうだ、話したよね、そういえば。あの、なんだっけ、あの、今年成人式やるのかなみたいな話したよね、確か。違うかな。成人式やるの、ちなみに。やるんですか。ナータン推しです。あ、やっぱそうですよね。めちゃくちゃあのアバターがぽいと思って、めちゃくちゃ可愛いですよね。もう私もめちゃくちゃ好きです。あの、ほんとオタクってほどではないんですけど、めちゃくちゃ好きで、めっちゃ調べたりしてます。もうほんと可愛い、ほんとに可愛い。インスタもフォローしてるし。だって今日は紫ピンクのクラブ最終打ち合わせしたから。紫ピンクは誰だ、誰のやつ。成人式はやるとしても行かないかな。行かないんですか。行かないの。なんでなんで。お外からお星様ありがとうございます。あんまりそういう行事、あんまりそんな興味ないよみたいな。鼻かゆい。明日の気持ちは楽しみ、もう本当に楽しみ、本当に楽しみ。なんか高校生の時にすごい大勢の方の前で、まあ、踊る機会があったんですよ、その全国大会で。でもなんかそれは本当自分がなんて言うんだろう、審査してもらって、多くの人に見てもらうみたいな感じだったから、まあ、なんかステージって言っても全然違うじゃないですか、コンサートとそういうステージって。だからなんか久しぶりのような楽しみのような、緊張はまだないかも。私立出身で地元に友達いないので。あ、そうなんだ、そっかそっか。まあでも確かにそうだよね、ちょっと遠いところに行っちゃうとあれだよね。地元で開催する成人式、私の友達もそういう子いましたね、いた。高校生の時、高校の友達がめちゃめちゃ好きで、でも地元はちょっと遠いから、なんか成人式、こっちの成人式来たいわみたいなこと言ってる子いた、いた。そういうこともあるからね、成人式どこの成人式でも行っていいよみたいな制度になればいいよね。待って、キね、なんて読むんだろう、なんて読むの。ハルボーさんこんばんは。アッスーさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、また来ました。まさやさんお帰りなさい、ありがとう、来てくれて。てか皆さん気づいてないですか、ちょっと気づいてるのにコメントできてない、それとも気づかれてないでしょうか。髪の毛を暗くしたんですけど、光の加減ではなく、これは暗くなったんですよ、黒く、黒緑にしたの。でもちょっと、あ、わかる、ほら、ちょっと緑、なんかうっすら、うっすら緑っぽいの、わかります、わかんないかな、わかんないかな。こんばんはって、たーちゃんさんこんばんは、ただいまって、おかえり。あの、推薦コメント書いてくれましたよね、たーちゃんさん、ありがとう、本当に嬉しかった、本当に嬉しい、推薦コメント。あ、お外からお星様もありがとうございます。みさきちゃんやっほー、みさきちゃんもうお星様ありがとう。きーねちゃんが YU、 きーねちゃんでいいのかな、が Y キャッチボールしたいに言うたら、私もです言うたからって。すごいな、それで作っちゃうの、すごいな、財力すごいな、ハルボーさん。くにちゃん学校から爆速で帰ってきて、ありがとう、爆速で帰ってきてくれてありがとう、お帰り、お疲れ学校。もし今日も、もしもしって一日だけ、わかんないんだよね、もし受けたことなくて。
イサムさんありがとう、花束ありがとうございます、嬉しいよ。今日は光が当たってないのでちょっと暗い、顔が暗いかも。あと髪の毛暗くしたから顔が余計暗く見えるかも。フルーティーさんこんばんは、ってこんばんは、ありがとうございます。コメントはじめまして、福島県出身21歳です。特技はチアダンスと柔軟と腹話術です。よければくにちゃんって呼んでください。いっぱいお話ししてください、お願いします。そう染めたのね、そうそうそう染めたの。わかんないかな、わかりにくいかな、わかりにくいの、わかほらちょっと緑っぽいのわかります、光に当たると。ケイトさん、わかりますわかります、わかるそういう風に書くんだ、字難しい字だね、読めなかった。めちゃくちゃ可愛いですよね。明日のために、そう明日のために染めました、明日とオーディションのために。50カウント完了です、ヒロッティさんありがとうございます。50カウントいただきました、ありがとうございます。何か言われたって、誰にかな、誰に何か言われた、髪色だ、なんか誰かに言われて変えたわけではないよ。なんかもともとこの黒緑っていう髪の毛が自分の中で一番スタンダードな髪の毛で、今日もそれにしてきたって感じ。でもなんかちょっとトリートメントしてもらったのになんかゴワゴワなんだよね、すごいワカメみたいになってんの、なんかワカ、ノリ佃煮みたいなになってんのよ髪の毛が。推薦コインとワインも書かない、あれ春坊さん書いてくれてましたよね、書いてくれてるじゃないですか、福島身長同じぐらいでっていうやつ、覚えてる覚えてる。ともさん初見ですって、あ読んでないよねこれ、初見です、ありがとうございます、はじめまして、21歳、福島県出身です、くにちゃんって呼んでください、読んでないよね、読んでないよね、ありがとうございます、いらっしゃいいらっしゃい、話しましょういっぱい。推薦コメント、あそれ読んだ、プチをお届けしまして、たーちゃんさんありがとう、プチもう回収してくれて投げてくれてありがとう、コメントもありがとう。今日も模試だったよ、明日楽しみだから頑張れた、あそうだよねそうだよね、美咲ちゃんもね行くんだもんね、楽しみ、風花も楽しみ、ほんと楽しみ。こんばんは、コロワンさんこんばんは、こんばんは、ありがとう、また来てくれてますよね、おかえりなさいですよね、おかえりなさい。てかグローブ好きやから、あじゃあもうグローブが、シンプルにグローブをめちゃくちゃ作りたいみたいな、だからなんか言われたらとりあえずグローブ作ろうぜみたいな気持ちになる的な感じ。こんばんちゃ、みくちゃさんこんばんは、あじゃあこんばんちゃって言われちゃった、みくちゃさんこんばんは、ありがとうございます、おかえりなさい。今更だけどオーディションでショールームの順位関係したりするの？いやショールームの順位は関係しないみたいです、順位とかは関係しないけど、多分わかんない、何を見られてるのかっていうのはちょっとあんまり詳しくわかんないんですけど、そうそうやってない方もいるからね、ショール初日から見てます、知ってます覚えてます、みくちゃさん名前覚えてますよ。なんかみくちゃさんが来てくれた時にあのみくちゃってアプリあるじゃないですか、ああれと同じ名前だって思ってめちゃくちゃ覚えてます印象的だから覚えやすい名前ですね。ためと敬語混じりのぎこちなさ、ためにしていい、じゃしていいですか、明日席がよけりゃスケップ出します、えよろしくお願いします。てかわかるかな、その距離もし遠くて、まあ近くても私ああれくにちゃんだってわかるかな、嬉しい、マジで楽しみ、
初見ですって、ひろっぴーさんありがとうございます。あれ初見さんなのかな、ありがとうございます。 いっぱいお話ししていきましょう。質問とかあればぜひ聞いてください。髪色いいと思うね、嬉しい、ありがとう、本当嬉しいね。なんかでもやっぱ黒い髪の方が落ち着く。黒かハイトーンが自分的にはいいと思ってて、ハイトーンはやったことないんですけど、いずれなんかめちゃくちゃ明るい金、なんか金みたいな色にしてみたい、いつか。今からクニボードの制作に取り掛かります。もう楽しみにしてる。うわ本当にみんなと席近いといいな。もうなんか嬉しすぎてステージから落ちないようにしないと。上着が黒だから髪の毛の緑黒は気づかなかったかな、分からなかったってことなのかな。あ多分そうかも、そうかもしれないですね。上が黒だからなんかそれに、あと今日光使ってないからだから髪黒いのかなっていう風に見えるのかも。それはある。NMB 初の福島出身メンバーになれますようにね。え本当に本当にお祈りお祈りお祈りじゃない、頑張るけど頑張るお祈り、本当になりた、絶対てかなります、もう私はなります。だから見ててください。つくだに、なんて読むんだ、うまそうって、あ海苔の話ね、髪の毛の話ね。本当に海苔みたいじゃない、海苔です。なんか昔髪の毛染めた時になんか、あ黒緑っぽい感じにしてくださいって言ったのに、なぜか青を入れられて、なんか髪の毛本当になんかテラテラのなんかちょっと変な感じになっちゃって、めちゃくちゃ似合わない髪色にされたことがあった。たまにあるよねそういう美容室とかも。でも難しいらしいよね、その人の髪質とかによって全然違うから。書いたねでしょ、知ってるぞ知ってるぞ。私はガミさん、ツイッターシェアありがとう、星もありがとう。ギリギリさんこんばんは、こんばんは、おかえりなさいですよね多分、おかえりなさい、ありがとうございます。皆さん今日の夜ご飯は何ですか、知りたいです。ピョリンさん、ピョリンさんありがとうございます。タコありがとうございます。タコ、これタコ、あわなか食べたい、わなか食べないと明日た、あでも時間ないかな。ありがとうございます。髪の毛美味しそう。それはちょっとそれで汚いよね、髪の毛美味しそうってちょっと汚いよね。研究生は黒だから意気込み明日伝わるよ。あそっか、そう言ってたよね、研究生はみんな黒が普通だよみたいな言ってたよね。確かにもうスタイルから意気込みバッチリにしていく。じゃあはやっトミーさん、はじめましてこんばんは、はじめましてこんばんは、ありがとうございます。福島県出身21歳です。くにちゃんって呼んでください。ですね趣味じゃない特技はチアダンスと柔軟と腹話術です。よろしくお願いします。お話ししましょう。気軽にくにちゃんって呼んでくださいね。なんかなこの名前気に入ってるから今すごい。くにちゃん髪色似合ってます、他にやってみたい髪色ありますか。ともさんありがとうございます、嬉しい。他にやってみたい髪色はもう超ハイトーン、超なんか白シルバーとか、もうキンキンの金とかやってみたいです。あでもなんか1回ぐらいはすごい明るめの茶色もやってみたいかも、ミルクティーみたいな、いろんな色やりたいな。あの AKB の
元アイズワン、元なのかな今もなんかアイズワンの方、ひとみさんみたいなあの髪色をやってみたいですね。ヨネシーさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。コメント、福島県出身21歳です。くにちゃんって呼んでください、特技はチアダンスと柔軟と腹話術です。趣味今日私考えてたんですよ。自分何が趣味かなって、まあ料理はまあ趣味なんですけど、最近のあのモッパンの動画を見ることがめちゃくちゃ好きで、モッパンってあの人が食べてるところを見るのがすごい好きで、そういうをめっちゃめちゃ食べる方とかのモッパンの動画をすごく見るのが好きです。皆さんは YouTube だったらどういう YouTube が好きですか？どういう YouTube 見ますか？カメレオンアイドルにワイもなる待って、ハルボーさんもアイドルになる？初 NMB 初男メンバー？ピョリーさんパチパチのギフトありがとうございます。ギフト祭りありがとうございます。こんばんちゃいいですな、間違っちゃったんです、間違っちゃったんですけどいいですね。じゃあ採用してください。これからミクチャさんだからこんばんちゃで、かわいい。とりあえず少しあげましょうか。何をあげる？何をくれるの？こんばんは、ミッチーさんこんばんは。あれ、お帰りなさいですよね。お帰りなさい、ありがとうございます。今日も来てくださって。ためにしましょう。 OK、 じゃあためにする、ためにするね。ありがとう。え、ちょっと待ってちょっと待って、そういうこと、そういうこと、そういうこと。ハルボーさん待って、やばいってやばいってやばいって、それはやばいって。ハルボーさんありがとう。え、なにこれ、何ケーキ、え、なにこれ、セーター、え、ありがとうありがとうありがとう。え、びっくり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 、そういうことね。少しあげましょう。全然少しじゃないんだけど、動揺しちゃってめちゃくちゃ早口になっちゃってるし。ありがとう、ハルボーさん。明日は絶対黒髪少女のくにちゃんで覚えてもらう。え、本当に、だから明日ちょっと出演させていただいて、あ、あの子いいなって思ってもらえるようにちょっとしっかり頑張りますね。キラキラと、キラキラオーラを頑張って出します。ピョリンさん、レインボースター、え、私にレインボースターくれたんですか？ありがとうございます。大事な大事なレインボースターをありがとう。ちょっとみんなのおすすめの YouTube っていうかさ、なんか好きな YouTube 知りたいんですけど。私はモッパンだから、モッパン見てみてモッパン見てみてって、食べてる人に興味がない人がモッパン見ても面白くないかもしれないけど。誰か推薦コメント書いてくれた、ありがとうございます。推薦コメント、目がミカニャンに似てますね、すごく綺麗な目。え、待って、それは嬉しすぎます。あのミカニャンさん、ミカナさんですよね。本当に可愛くて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 、あのもうなんかこの世のものとは思えないってぐらい可愛いって思ってるんで、もうどこか一部でも似てるなんて言われてめちゃくちゃ嬉しい。お人形さんみたいな顔じゃないですか、ミカナさん。ハヤトミンさん、ハヤトミンさん覚えとこう、ミカニャンさんに似てるって言ってくれたから嬉しすぎる、恐れ多すぎるけど、ちょっと今日もメモしながら。こんばんはって、まーさんこんばんは、お帰りなさい、ありがとうございます。来てくれて。発見したけどステージ構成わからないから近いか遠いか、ん、発見したけどステージ構成わからないから近いか遠いかわかんない。いや、私もなんかどこら辺にあの自分がいさせてもらうのかとかも全然わかんないからね、もう一発勝負っていうか、なんていうの一か八かの運だね。近いか、でも願っとこう、近いですよね、近いですよね。明日はライブ終わりの焼肉が、え、焼肉行くんだ、いいな、いいな、いいな。焼肉何が好き？部位。私は、
なんか難しい、何でも好き、もうに肉好き、肉なら何でも好き、あでも牛タン好きだわ。なんか年を取ってっていうか二十歳超えてあの牛タンの美味しさに気づきました。美味しくない牛タン。明日 NMB さんはライブなのか、高木をオタクすぎてどこがわからないかをそうかそうか、高井京って読むのかな、これ高井京でいいのかな。そうなんですよ、私もだから大阪に行きます。嬉しい。ワイは多趣味です。銀髪したこと。金髪って銀さんじゃん、銀玉の。見てみたい、金髪してる春坊さん超イケイケじゃん。くにちゃん私の2個下なんね。あ、そうなんですか。みくちゃんさん私の2個上なんだ。23歳。年近いですね。お姉さんだ。私お姉ちゃん欲しかったんですよね。あ、いや妹も欲しい。いや、なんかまあ末っ子もいいんですけど、上にもなってみたかったなって気もする。真ん中はやだな。どこまで読んだかな。野球 YouTube をよく見ます。パンスポさんでしょパンスポさんでしょ。パンスポさん以外も見るんですか。お外からお星様ありがとうございます。モーモンさんお星様ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ダーンなんてダーリーズさんなんて読むんだろう、ごめんなさい。はいって、はい。コメントありがとうってなんて言うの。コメントって英語だもんね。コメントセンキュー。My name is Kuni. Please call me Kuni ちゃん。昨日習ったやつ。YouTube は推しメンの動画をよく見る。それはそう。あ、まあそうだよね。YouTube って今発達してて、もういろんな芸能人の方とかも YouTube やってるよね。私なんか仲里依紗さんの YouTube めちゃくちゃ好きで見てる。面白くて。イサムさん、あ、昨日の毛玉って言っちゃった。毛玉毛糸ありがとう。イサムさんありがとう。私はオルタナチャンネルとパラビーズ。あ、パラビーズさんは知ってる。見たことないけど、オルタナチャンネルさん聞いたことはあるかも。顔が出てこないな。面白い。どういう系、ドッキリとかそういう企画系の方たち。明日会場に行けないので昼夜ライブ配信購入しました。あ、明日ライブ配信もあるんですね。そっか、じゃあ私が少しでも映り込んでイサムさんにあの見ていただけるように映り込みたいな。嬉しすぎて認知は新しい。いや、嬉しすぎたら認知するから。もういや、嬉しすぎなくても結構私多分覚え、ショールームのこのアバターとかで来てくれた人なんとなく覚えやすいタイプかも。くにさんこんばんは。もーもーさんお帰りなさい、ありがとうございます。こんばんは。 ASMR の動画好き。わかるわかる、ほんとわかる。 ASMR のあのなんか咀嚼音めちゃくちゃいいよね。よく見る私も。なんかあ、でも言わない方がいいか、何が好きとかは。でもやっぱトップオブトップ ASMR の方とかよく見ます。あとはハラミちゃんのピアノ YouTube。 あ、それ私のバイト先の店長も言ってました。ハラミちゃんのピアノがすごい、 YouTube がすごいって。ハラミちゃんがあのテレビに出る前から言ってて、そしたらハラミちゃんすごく今テレビに出てるじゃないですか。めちゃくちゃピアノ上手ですよね。あ、戻るけど ASMR 何がどういう音が好き。あのカリカリチキン、私は結構チキン系が好きかも。
今日も可愛いってまややんさん、お帰りなさい、ありがとうございます。今日も可愛いだって、嬉しいな。可愛いをなんか一日にいっぱい言われるごとにその日のテンションが2倍ずつ増えてく。あと NMB メンバーの YouTube 見てる。あ、私も見てます。 NMB48 さんの YouTube 劇場公演とかよく見てますね。想像を膨らませて自分も絶対ここに立つんだっていう強い気持ちで見てます。ハラミタン、あ、やっぱタンいい、タン美味しいよね。ハラミ塩が美味しい。ピョリンさん、バラありがとうございます。バラありがとうございます。アイス食べたいしみじみしちゃった。 YouTuber ならおろん、お、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。くにちゃんって呼んでください。福島県出身です。おろんちんゆうとグフさん、調べてみますね。どういう感じのがメインの YouTuber の方なんですか。私全員のコメントを読みたいくて読んでるつもりなんですけど、もしも飛ばしてたりしたらもう一回コメント全然送っていただいて構わないというか、送っていただきたいです。もし飛ばしちゃってたらごめんなさい。オロンチンユーさん、オロンチンユーグフさん、ライブ配信でクニちゃん映るといいなって。ちょっともう頑張ってこう映り込む。あ、ちょっとそれはさすがに出しゃばってる映り込みたいな。もし映り込んでたら教えてくださいね。私がカルビしか勝たん同盟を推しメンと組んでる。え、推しメンと、すごい、ちゃんと認知されてるんだ、しおぴさん。なんか危ない、敬語とタメ語をぐちゃぐちゃになりそうになる。イコラブ、イコラブ、イコラブの高松ひとみさんに似てますね。なんか本当にそれめちゃくちゃ言っていただけるんですよ。先ほどもてるひろさん、ありがとうございます。嬉しい、嬉しくて嬉しくて、ちょっとに寄せていこうかなと思うぐらい、なんかさ最近言われるから寄せちゃおうかな。それはダメ。 You are so cute, nice know you、 あなたはとても可愛い、いいよ、あなたを知ってるって意味かな。待って、合ってる合ってますか。ピョリーさん、 Thank you, very very happy。 私は三姉妹の真ん中だよ。え、真ん中ってどう、辛い、やっぱ上にも下にもいると真ん中なんか大変そうなイメージあるんだけど、どうなの、どうなの。特産 TV をよく見ます。特産 TV、 それ野球の、野球の YouTube。 私もお姉ちゃん欲しかったね。お姉ちゃんって多分いない人はお姉ちゃん憧れるよね。なんかお姉ちゃんと服シェアしたり恋話したりとかしてみたかった。 NMB 見てますよ。まあそうですよね、皆さん見ますよね。 YouTube ってもう簡単に見れちゃうから、そんな推しが出てたら絶対見るよな。有名人の YouTube は逆に見てないな。オルタナは UFO キャッチャーやったり大食いして、え、大食いもやってるんだ。もう大食いめっちゃ好きだから絶対見る。大食いめちゃめちゃ好きなんですよ、本当に。大食い系、食べる系ばっかり見てる私。 Y のは何々くいしょアバター、何何何、覚えにくいってこと、覚えにくいかな。アバター目立たない、いや目立つ、めちゃめちゃ目立つぞ。たこ焼きめちゃくちゃ目立つ、でかいし。アーミー、アス、あ、 ASMR か、 ASMR YouTuber なら圧倒的何の極み、何の極みだ、何の極みですか。おすすめ誰ですか ASMR の YouTuber。 なんて読むんだ、
補給音って読むのこれ ASMR、 あ、投げて取るキャッチの音の ASMR なんてあるの、すごっ、そんなのあるんだ。なんかさ、前にさテレビでやってたの見たんだけど、最近なんか女子野球の方の YouTube がバズってるみたいなのテレビで見たんだけど、なんていう名前だったかな、すごい速い速度でも取るの、キャッチするの、そういう方ざっくりしすぎてわかんないか。こんばんは、たくまさん、こんばんは、ありがとうございます。初見さん、21歳福島県出身です、くにちゃんって呼んでください、よければ応援よろしくお願いします。今 NMB さんのオーディションに参加させていただいて、絶対に NMB48 に入ってステージに立っている姿をお見せするので、よければ今から応援してください。さっきチキン食べてる ASMR 聞いてた。いいな、チキンの誰のやつ、誰のやつ知りたいぞ。なんか人によるよね、多分音って、人によらない？チキンでも、まあ、どれぐらいのカリカリ度合いなのかとか、どれぐらいのジューシーさなのかとかで、めちゃくちゃ音変わらない？もうマニアだから、 ASMR ってもうモッパン動画マニアだからさ。ループしてる？待て、戻った？今は戻った？戻ってますか？めちゃくちゃベラベラ喋ってたの、めちゃくちゃ恥ずかしいじゃん、ループしてたんだ。ハラミでループしてる、めちゃくちゃ前じゃんめっちゃ前だ、ハラミで。今は治ってますかね、誰か教えて。今は戻ってる、あ、よかった。どこら辺まで読んでないんだろう、あのどこら辺から分かんなかったんだろう。これからまたじゃあ話し直そう、いっぱいコメントしてください。電波の影響っすかね、電波の影響かな、電波悪いかな待ってハラミでループしてるめちゃくちゃじわる、見たかった、めちゃくちゃ見たかった、恥ずかしい。かわいいかわいいって、イケメンさんありがとうございます。イケメンさん、イケメンにかわいいって言われた、きっとイケメンなんでしょうね、イケメンさんは。治った、よかったって、よかった、本当よかった本当によかった、恥ずかしいんですけど、とても。オロチンユーでした、オロチンユーさんか。調べてみますね。なんか YouTuber の方って本当にめちゃくちゃいっぱいいますよね、いろんなチャンネルあるから、多分いろんな人に聞いたらいろんなチャンネルを知れますよね、絶対。入り直したな、またよかったよかったよかった、入り直してくれてありがとう。そらさんこんばんは、いらっしゃい、おかえり、ありがとう。そらさん今日も来てくれて、アフロギューサーさん来たよって、おかえり、ありがとう、お疲れ様です。皆さん、さあやたんさん、さあやたんさんこんばんは、ありがとうございます。初見さん、福島県出身21歳のくにちゃんって言います、特技はチアダンスと柔軟と腹話術です。趣味は YouTube で ASMR とかモッパンの動画を見たり、あとは料理をすることです。よろしくお願いします。さあやさん、さあやさんっていうのかな、名前かわいい、めちゃくちゃ。さあやさん、アバターもかわいい。芋食べてるんですか、このアバターは。かわいい。ループの間にコメントネタ、あ、ごめんなさい。また今からいっぱい話しましょう。わいは一人っ子、あ、一人っ子なんだ。一人っ子は寂しいのかな、やっぱり。どうなんだろう。今の推しメン、スパガか
あ、昨日金沢ゆうきちゃんは出会って3年経つすんごいゆっくりな、意味のわからないからゆっくりな読み方になっちゃった。3年か。じゃあもうしっかり認知されてるんだ。幸せだね。推しに認知してもらうの幸せだよね。でかい、よく言われます。いや本当にでかい、ドデーンっていう感じ。目立つよ、めちゃめちゃ。くにちゃんは大食い。なんかそんなこともなかったんだけど、ダイエットしたらめちゃくちゃ大食いになった。逆になんか我慢するようになったら食べたい欲がめちゃくちゃ増して、すっごく大食いになった。まあでもすごくって言ってもあんなフードファイターの方たちみたいには食べれないけどね。西野美紀さんのなんか暴食しちゃいましたっていう YouTube をよく見てるあのなんか気持ちわかるっていうか、あーめちゃくちゃ食べてるところ見るのが好きですね、西野美紀さん。くにちゃんは大食いするんだよね。いつもママって呼んで、ママじゃないって怒られるくらい仲良しだよってめちゃくちゃ最高じゃん。仲良しとは自分で投げかけちゃってるよ。めちゃくちゃ幸せじゃん。メイチュンやね、メイチュン、キャッチングギャルスから。あ、メイチュンさんって言うんだっけ。そうなんだ、ギャルなんだっけ。しかもちゃんと見たことはないけど、テレビでなんか一回特集っていうかコーナーやってた。特集、インタビュー、取材受けてた。今は戻ってるよって、ありがとう教えてくれて、治ってますってありがとう教えてくれて。韓国のエイジェオングって人、あ、え待って、わかるかも。え、あのめちゃくちゃフォロワーの多い、めちゃくちゃ有名な男の方、男の方、黒っぽい背景で、最近どうなのかわかんないけど、黒い背景なのか、合ってるかな。一生ハラミとタンの話一生ハラミとタンの話してたの、マジで恥ずかしい。本当に恥ずかしいんだけど、どんだけハラミとタン好きなやつなんだよって感じだよね。オロチンリュウは漫画ナルトのキャラの大ヘビ丸の声真似をしながら野生動物を捕獲していく現代の忍者です。すごいすごい YouTuber さんですね。新しい、もう企画とかいうレベルじゃない、新しい。ハラミタンを何回も聞きました。ハラミとタンの話面白かったね。ほんと恥ずかしいんだけど、もうバカ野郎本当に。あ、リクタさんこんばんは。推薦コメント見ました、ありがとうございます。本当に嬉しい、ありがとうございます。推薦コメントとツイッターで宣伝しましたって、ありがとうございます。ツイッターでの宣伝もありがとうございます。よければいっぱいお話ししましょう。嬉しい本当に。皆さん推薦コメントもよければもうガシガシガンガンビシビシ書いていただいたら嬉しいです。クニボードいい感じになってきたよ。で本当、あ本当に見つけたいわ、本当に見つけたい、本当に見つけたいから神に願う。明日美咲ちゃんと近いですようにって。どんな感じ、え何、どういう、なんか分かんない、そのボードってもんがどういうもんなのかが分かんないからさ、何色とかそういう次元の話。何色、カレンタンのアバターに変えてきたって、かわいい、めちゃくちゃかわいい、めっちゃかわいい。え、これ自分で描いてるんですかね。めちゃくちゃかわいい。こういうのってさ、あれなのかな、誰かにお願いしたりとかそういう感じでやる人もいれば、自分で絵が上手な人とか描いたりもするのかな。またツイッターで投稿してきて、ハッシュタグが決まった。あ、ハッシュタグなんか今国活ってしてくれてる方がいるので、ハッシュタグカタカナでクニカツでお願いします。どこに書けばいいかな、後で追加しときます。ハッシュタグクニカツって、あ、それ
それをテロップに出せばいいのか。待っちゃってる。待って待って、どこまで読んだ。明日はこっそり見てきますって。なんでこっそり。ダメこっそりダメ、もう見つけたいんだから。人が食べるとこ見るのすごい楽しいよね。わかる。え、めっちゃ楽しいですよね。やっぱこれって女の人に多いのかな。どうなんだろう、女の人特有なのかな。男の人もいる、見る人、そういう ASMR とか。気が合うな、しおぴさんと。あ、甘がみ猫さん、甘がみ猫さん、ありがとうございます。お星様。MK ダフ DAF21 さん、初見ですって。ありがとうございます。初見さん、福島県出身の21歳です。よければくにちゃんって呼んでください。もう気軽にコメントしていただけたら、たくさんたくさん答えたり一緒にお話ししていくので、なんかすごい私一個のコメントに対してめちゃくちゃ長く答えちゃうんですけど、たくさんコメントしていただいたらめちゃめちゃたくさん答えます。またツイッターでとか、あ、それ読んだよね。MKD さん、なん MKDAF21 さん、なんてお呼びすればいいんだろうか。ネットで NMB の受験生92番不可実が話題。え、本当ですか。嘘。めちゃくちゃ恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしいわ。本当？イサムさん、それ本当？で、ワイは昼の件しか今はないから、夜公演の席は、あ、夜公演の席は何？ないのかってことか。え、そうなんだ。じゃあダメじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん。ゆきちゃんが AKB だった頃から知ってたから、初めて認知された時めちゃくちゃ感、ゆうきちゃんか、感動したって。いやー、めちゃくちゃ感動するよそれは。てか推しに認知されるってこの上のない幸せだよね。だって自分の好きな人、何万人ってファンがいる方に自分っていう人間を知ってもらえるって、ほんとみんなが願うよね。ピンクのキラキラのシートで92ってやつで、あ、オッケー、探すわ探すわ、楽しみに探そう。ピンクのキラキラのシートだったら目立ちそうだね。串カツ？串カツ？田中？串カツって何ですか？あ、国カツですよ、国カツ。串カツじゃなくて。ひろきさん、ありがとうございます。これはゆきちゃんのアバターなんだけど、絵が上手なファンの人が描いたやつだよって。あ、やっぱそうなんだ。そうやってどなたかに頼むってこともできるんだ。なんかよく見えないんだよね。ハッシュタグ国活で勝手にしてますって。あ、春坊さん変わった、アバター。アイスクリームになってる。いや、もう春坊さんが考えてくれた国活で、皆さんもぜひツイッターツイートしてくれたら嬉しいです。国活ね、了解って。みくちゃさん、ありがとう。了解。あんまり動くとさ、光飛びしちゃうから、あんま動かないようにしないと。可愛い女の子が美味しそうに食べ物を食べているという画面がもう幸せ全開すぎる。マジわかる、マジわかる。でも私の場合は女でも男の方でも、もう食べてるっていうその動作を見てすごい、いや、なんて言うんだろう、優越感に浸れる。優越感っていうの、優越感って何？
に浸れる、本当に幸せな気持ちになれる。よく人の食べてるとこじーっと見すぎて何って聞かれるぐらいよく見ちゃう。国勝了解って、リクトさん、リクトさんで合ってるよね。ありがとうございます、お願いします。国勝って今はワインドグローブとかしかないよね。え、多分この間検索した時はそうだった。夜は同伴させてもらう境。同伴って何？ワイも認知されたい。誰に認知されたい？認知されてるでしょ、ゆなさんとか。本当だよ。え、マジか。なん、92番ってやったら出てきたの？なんてやれば出てくるんだろう。腹話術の話。48グループは握手の秒数とかも少ないし、認知大変そう。あ、多いんだ。シオピさんの推しグルは、あの秒数多いんだ。まあなかなかね、難しいよね。アピールする方も難しいよね、絶対。覚えてくださいって言って、なんかこう喋ることとかを数秒の間に考えて いきます。あ、でももう、あ、もう目の前にしたらどうすればいいか分かんない、どうしよう、あ、もうやばい、推しが目の前にいる、神みたいな感じになって終わっちゃうよね。こっちはゆうきちゃんが書いたやつ見てみる。待って、よく、え、北海道頭にかぶってる、それ北海道じゃないかな。北海道に見える、めちゃくちゃ可愛い。春坊さん確認しましたよって言ってます。こんばんは、ヒッチさん、こんばんは、ありがとうございます。来ていただいていっぱいお話ししましょう。私飛ばしてるコメント、星投げ終了、飛ばしてたね。もんもさん星投げありがとうございます。今日もいっぱい星投げてくれてめちゃめちゃ幸せ、ハッピー、嬉しい、ありがとう。ふうさん、くにしか勝たん、ありがとうございます、嬉しい。初見さんマークついてるのにくにしか勝たんって言ってくれた、嬉しいな。ふうさん、ちょっとメモさせていただきますね。なんか毎年さ流行語って出るけどさ、なんとかしか勝たんって長くない？流行期間、今も結構使われてるよね。あとなんか最近進化してさ、勝たんしか〇〇っていう風に言う人もいない？それよくわかんないんだけど。私ほのぼのさん、こんばんはって、こんばんは、ありがとうございます。福島県出身の21歳です。くにちゃんって呼んでください、よろしくお願いします。特技は柔軟とチアダンスと腹話術です。趣味はモッパンの動画を見ることと料理をすることです。よろしくお願いします。ほのぼのさん、さえちゃんとゆなくんって公園でよく見る人やと、大抵メンさえちゃんとゆなくんって公園でよく見る人やと大抵のメンバーには覚えられてます。まあずっと行けばそれ覚えてもらえるよね、多分。え、だから春坊さんはでも認知されてるでしょ。北海道出身だから、あ、そういうことなんだ、めっちゃ可愛い、え、上手っていうか、私本当に壊滅的に絵が苦手で、ちょっとなんか絵のお題出してくれたら絵描きたい。NMB48 8期生受験生〇〇、あ、そうやってやると出てくるんだ。ちょっと見てみようかな。
そろそろ1時間経ちますね。ありがとう。と、Together with you さん。ありがとう。こちらこそありがとうございます。日本語で書いてくれて。ありがとうございます。My name is Kuni. Please call me Kuni ちゃん。コメントありがとうございます。日本語ありが、日本語でありがとうってなんて言うんだろう。Japanese thank you. Japanese language thank you.合ってる？ゆうきちゃんはエゴサマだから認知早いのよ。多分それもある。あ、エゴサするんだ、ゆうきさん。ただエゴサとかしてるとさ、いっぱいさ、あの推しのことをつぶやいてたりする方はすぐ多分覚えてもらえるよね、エゴサする方だったら。あと TikTok とか、今の時代 TikTok とかよく投稿してる、あの推しのことを投稿してる人とかは多分認知してもらえそうで。国風でボードの写真、え、あげてあげて、見たい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 、あげてあげてあげて、もうめちゃくちゃ見たい。ありがとう、あげてほしい。前は認知症ではありません。美咲さん、美咲さん、美咲さんいいと思いますって何？ああ、美咲ちゃんに言ってんのか。美咲ちゃん、国活でボードを上げていいっていうことに対してか。あと3分くらいで1時間。ガミさんありがとう、教えてくれて。こんばんは、遅くね。アドルさん、おかえり。おかえりなさい。大丈夫だよ、遅くなっても。で、明日なん、そう、明日の配信なんですけど、明日は私、もうずっと夜、出演させていただいて、その後、夜行のバスなので、あの明日は配信できないと思うんですけど、もしできれば急遽やったりやらなかったりする可能性もなくはない。でも多分お外で配信って多分ダメだよね、どうなんだろう。だからできないとは思います。なのでまた明後日会うことに会えるかなって感じです。 NG ワードになったので改めてお晩です。ただのにジュリーさん、お帰りなさい。 NG ワードになっちゃった。お晩って NG ワードなんですね。金沢ゆうきで検索すると塩ピしか出てこないってよく言われる。もうめちゃくちゃじゃあツイートしてるんだ。嬉しいよ絶対それ。ワイは野球絡みがほとんどですです。国活していいと思いますと。ああ、そういうことだよね。美咲さん、あ、美咲ちゃんに言ってんのかってちょっと分かった、意味分かった。あ、今31位になってますね。このまま20位台に突入したいですけど、なかなか難しいかな。ちょっとなるべく頑張って順位も上げていきたいなっていう気持ちはあります。誰だろう今ポーンってお星様投げてくれたの、ありがとうございます。明日大変そうだけど頑張れて、頑張ります。あ頑張ります、頑張るので、もう皆さん、あの私どれが私かなってちょっと見つけてください。私もみんなのこと見つけられるように頑張る。明日は焼肉に集中してると思いますねえ、ちょっと私に集中して、ちょっと、あ、今どんな感じでやってるかなってちょっと頭の片隅で考えておいて。チケット発見したらスタンド候補席やった、はあって。スタンド候補席ってどこら辺？お、後ろの方ってことか。チケット発見するともうチケット発見するともう席が分かるんだ。私ほんとコンサート行ったことないんだよね。あのフェスはあるんだけど。配信時間教えてくれれば参集できるぞって。え、本当ですか？じゃあ配信時間、なるべく早く配信時間をあの設定しますね。基本5時6時。ハルポーさん、めちゃめちゃめちゃくちゃびっくり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 、たこ祭りしてくれてる。たこ焼きできる、たこ焼きできる。ありがとうございますハルポーさん。
タコだらけになってる、ありがとう。バイもさっき発見してきて、ランドじゃない、Lの、Lの星の13列目でした。 L の13列目、通路が目の前でした。え、通路が目の前ならめちゃくちゃいい席じゃない？嫌な席なのそれは、アドルさんにとって。ライブ配信で見るから、ライブ配信で見るからカメラアップでアピールしてね。分かった、カメラもし回ってきたら頑張ってアピールする。そんもう余裕あるかな、緊張しすぎてとかなってたら笑ってあと星集めてくるわって。マジでありがとうございます、本当にありがとう、もうめっちゃありがたい。もうこの春坊さんのたこ焼きマシーンでたこ焼きできるよ、みんなでシェアしてたこ焼きできるぐらいタコマシーンしてるからありがとう。みんなで応援しようって、ありがとう、勇さんありがとうございます。頑張りますね、私も全力で、もちろん配信ももちろんオーディション自体もたくさん頑張ってきます。席アリーナだったけど近かったらいいなってね、本当に近いことを願う。でもあの国活で投稿してくれたあのボードを 見れば多分見つけやすいから、ちょっとちゃんと覚えておくね。スタンドの通路にメンバー来たら上席ですよねって。通路ってメンバー来ることないの？あ、スタンドって上の方の通路ってあの階段のことか。ハートマーク、なんだろう、星になってる、星ハートマークになってる。なんて送ったんだろう。タコマシーン、タコマシーンしてくれてるの本当。イサブさんもタコありがとう。タコ今はコロナやからないかな。あ、そっか、ソーシャルディスタンス守んないといけないもんね。ちょっと壇上読みして終わっていきたいと思います。13位から、13位イケメンさんありがとう、嬉しかったよ今日本当に、ありがとうございます。イケメンさん12位、天神猫さんありがとうございます。マヤヤンさん11位、ありがとうございます。10位ミスターミッチさんありがとうございます。9位イサムさんありがとう。8位ターチャンさん、ターチャンさんもありがとう。7位プレストさんありがとうございます。6位マサヤさんありがとうございます。5位ミサキちゃんありがとう。4位モーモーさんありがとうございます。3位ガミさんありがとう。2位ピョリンさんありがとうございます。1位はハルボーさんありがとう。ハルボーさんのタコマシーンがタコマシーンしてくれたおかげで壇上1位です、ありがとう。今はあ、それ読んだ。参考までに1時間配信の1時間までに星を満タン、30分前に星すれば3周できますよって。なんか3周の仕方ってめちゃくちゃ難しいらしいですよね。ね、頭使うよね確か。おつおつって、ガミさんおつおつありがとう。今日もう毎日来てくれて幸せだよ、ありがとう。ワイは多分20位くらいかなって。20位、どこで20位。星集めまたしときます、3周目指しますって、ありがとう。なるべく早めにタイム設定できるように、あのネクスト配信設定できるようにしますね。では終わりたいと思います。今日は夜配信しますが、今日はちょっと明日朝が早いから、あのちょっと待って、27位にさせてくれたみんなが嬉しい、ありがとう。めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいよ、ありがとう。頑張って、配信も頑張るので、皆さんよければあの見に来てください。よければというか見に来て、強制的に。今日は夜配信、あ、それ読んだよね。そう、夜配信は明日の朝がめちゃめちゃに早いので、こっちから行くから、だから夜配信は今日はなしで、ごめんね、ごめんなさい。で明日もあの5時から10時
が配信していい時間なんだけど、明日はその夜公演に出演させていただくので、多分できない、できたらやる、でも多分できないと思う。外で配信するのはあんま多分良くないからできないと思うんですけど、あの明後日また会いましょう。本当に幸せな日でした、ありがとう。今日変換間違えたって、あ、3週の週変換間違えてる。はじめましてべっぴんさんですね、ご実家とありがとうございます。女神の巡礼者って読むのかな、さんご実家とありがとうございます。一気に上がったねって、そう一気に上がらせてくれた、みんなが嬉しい。このままちょっとずつちょっとずつ上にのしのし上がっていきたいですね。やったーって、やったー、最高最高最高。こんばんは、あやかずさん、こんばんは、ありがとうございます、来ていただいて。あのくにちゃんって言うんですけど、今ちょうど配信終わっちゃうところなので、あのよければあさってまた配信するので、明日はあの NMB さんの夜の公演に出演させていただくので、よければあのあさっての配信見に来てください。みんな一日空いたからってどっか行っちゃわないでくださいね、寂しいよ。そしたら明日ライブ楽しんでねって、楽しむ、そらさんも楽しんでね、楽しもうね。ガミさん、じゃあね、じゃあね、バイバイ、ゆっくり休んでて、ありがとう、またねって、ももさん、またね、ありがとう、福島子頑張れって、頑張る、完成したらボードに写真載せるね、了解、しっかりあの見とく。明日は焼肉食べながら肉ちゃう、くにちゃんの話しとけ、もうそうして、焼肉置いといて、一旦とりあえずくにちゃんの話して、じゃあまたあさって、それか明日の夜できたら会いましょう。幸せだったよ、ありがとう、バイバーイ。